ありがとうございます。高橋さんびっくりですよ、今ね、はい、同時に12人の方がね、はい、2桁ですよ。ありがとうございます。1人減っちゃったから11名いやいや、もう、ね、忙しいと本当にすいません。晩御飯のね、録画も見れるんですよね。そうです、後で、はい、もう今までのが全部見れますんで。あ、またちょっと1人減って10人ですけどね。これ10人2桁ですから、本当にありがとうございます。では改めまして、自己紹介をしたいと思います、はい。サム&リップスのベースの上条隆文です。よろしくお願いします。それでですね、こちら側のフルートの方が高井舞さんです。はい、さっき呼んでくださってたけど、あ、そっか、うん、忘れちゃいますからね。ちょ、はい、カンペをご用意して、お約束の高井舞、ね、この二人で、はい、細々と、まあ、はい、しかしこんな地味な二人は他にいないんじゃないですかね。そう、ベースとフルートってびっくりされます、ね、いや、もう地味さでは負けないんじゃないかなと。いや、でもベースが本当にかっこいいので、いや、まあ、ここで身内を褒め合っててもね。そう、まあ、確かに高井さんはね、綺麗で、楽器は上手いし、全然ですね。なんか絵も上手だし。絵は好きですね。いろんな得意なことがいっぱいあるじゃないですか。かわいいしね。なんかダメなとこ一個ぐらいないかなと思って一生懸命探してるんですけど、なかなか。いつもダメ出ししかしないじゃないですか。いやいや、そんなことはないですけど。優しいですけど。いやいや。ねえ、だから本当にもう、こういう形でね、やってますけども。まあ、一つよろしくお願いいたします。じゃあちょっと時間がね30分しかないんでね、はい、早速次の曲に行きます。曲紹介をお願いします。はい、今お送りしたのもちょっと紹介させていただいて、1曲目がコリアンダーという曲で、2曲目がスイートバジルという曲なんですけど、タイカレーをちょっとの材料スパイスをテーマとした、曲名のになってます。オリジナルなんですが、次、あ、ありがとうございます。これが、絵を描かせていただきましたジャケット、アルバム、ファーストアルバムのジャケットですね。はい、タイカレーです。で、次も、これも材料スパイスの一つなんですけど、ナンプラー、5拍子の曲です。かっこいい曲なんですけど頑張ります。お願いします。
高井さん、はい。僕はちょっとですね、今は自分の目を疑ってしまったんですが、はい。もうさす最近ちょっとやっぱり老眼が入ってきてはい。ね、パソコンを置いているんですけども、ああ、6人かと思ってね、まあでも6人でもありがたいですよ、いやいや、ね、全然さっ全き然、10はい。人だったけど、そしたらね、僕の見間違えて16人なんですよ、これ。ありがたいでありすがね。たいえ、い信じられないですね。でも、すみません、本当に。目の前に16名お客さんがいるんですよ。すごくそうないでですか？ね。いねや、本当に、え。もう、4人だったら4列ですよ。そうですそう。ね。いや、本当に、でも実際にこちらびっくかりらしちゃっ見た。えないので、本当にお会いしたいですよね。全員に直接お菓子かなんかをあげ差し上げまたそういう中、大丈夫ですか？そんなちょっと風呂敷をたい。いや、広げてし本当まっに、て。もうなんか、贈り物したいぐらいです。ええー、ありがたそすぎれはて。ちょっとみんな、それは嬉しいでしょう申しね。訳ないですね。いや、で本当にも、貴重な時間を。まあね、こういう状況で、まあ、はい。一応できることをね、うん。やればなと思ってますんで、はい。よろしくお願いします。それで、さっきからね、この下にね、はい。なんだよ、このペイペイ ID ってね。また出てるんです。いや、また出てるって、まあ、出してますよ、ありがとうございはい。ちょっと生臭い話で非常に恐ます。いや、縮なんでもうすけ本ど当も、に。まあ、もしね、なかなかいいじゃんとか。ね。なんかどうしよう、この流れがちょっと本当にすみません、なんかいやいやいや言わせて、すみ思ません。ったら、今、便利なものがあります。ね。1円からで大そう、口座に振り込んだりとかしなくてもね、この PayPay のやつで送るとかいうところに、このチワワボン69っていうのを入れると、お気持ちが届きまする。お賽銭ぐらいでも大丈夫なんですよね。いや、もちろんですよ、そんな。で、それを高井さんと2人で分けますんで。ね。もうすいません。よろしくお願いします。1円だと、50銭と50銭に ね、ちょっと50銭は今、ないので、ね。まあでも本当に、もしよかったら、お願いします。ただね、これ間違えて、チワワボン68とかに送っちゃうと、全然違う人のとこに行っちゃいますから、ね、それだけ 間違えないようにね、お願いいたします。はい、では、次回の予定をお願いします。継続させていただいて、土曜日、来週の土曜日16日、同じく3ステージ予定してまして、まず2時、日中の2時、次が4時で、今日同じく、6時、夕方18時ですねに、来週の同じ土曜日16日に、またこちらでやらせていただきたいと思います。ね、しかしまあ、私なんか昭和の人間ですよ。私もそうです。あ、そうですか。こういうことがね、家でできるっていうのが。まあ、上條さんのおかげですいね、や、僕本のおか当げ、うに。ちもね、早い、なんか、本当にあり合わせというか、うちにある機材をどうにかね、そう、先週は本当に、プロジェクターに映した高井さんと、僕がやっあれてはとすかごね、くちょっと。斬新で面白かっいたんですけど。やー、でも、でも今なんかリモート会議とか飲み会とか皆さんやってらっしゃるから。そうですね。まあ、でもね、いろんな、もうない知恵を 使って いや、どうしたらいいかなと思ってね。まあ、もしかしたら今のこのシステムよりもっといいやり方で、どんどん始める方もね、いるとは思うんですけど、まあ、僕らは一旦このやり方でやりたいと思います。では、ちょっと今度新曲を、じゃあ、曲紹介お願いします。じゃあ曲紹介を。ホイシャンという曲です。こちらは中華料理に使われる薬膳のスパイスです。ホイシャン。Thank you.
笑いをこらえそうになってしまわれた。なんかやっちゃいました私。すごいですね。いきなり途中でなんかフルート立ててごめんなさい。そうそうなんですよ。いやちょっとでやっぱ大胆だなと思ってね。初めて見ましたよ。機能的にですね。はい、説明する時間あります。あ、どうぞどうぞ。弁解というか水水滴がこう溜まることがあるんですよ。結露でこの缶の中に。うん、でそれがですね塞いでないはずの部分穴を。塞いじゃいけない部分に膜を張っちゃって塞いでる状態になって音が変わっちゃうことがあるんですよ。なるほどね。そうなんです。ちょっとメンテナンスのそういうことがあるんだ。事前準備というか3回連続してやる前になるほどね。簡単に取れるんですけどそれでもうちょっと急いでフッてやりました。すいません。いや何をするのかと思ってびっくりね。ほらどうしてもここにマイクがあるから、はい、鼻すすったりとかさ、ね、息すったりとかって出ましたよ、ね、しょうがないですけど申し訳ありませんでした。あれはちょっと全国の高いファンはもう衝撃が走ったじゃないですか。鼻息じゃないです。ちなみに、現在19名様、はい、ありがとうございます。いや申し訳ありませんでした、はい、それでね、なんかつぼちゃんからね、はい、ペイペイ ID 出てますかっていうのがあって今ちょっとね更新をかけたんですけどこれじゃこっち側に入れないのかな。ちょっとじゃあ高井さんお願いします。僕今作業してるんで、はい、つなぎというか、うん、本当に失礼いたしました。爆音でちょっとフルート面白い楽器なんですけど本当に原始的な意外と楽器でしてこう指で塞ぐかキーをこう連結して連動させて指が届かないとこは塞げるようになってるんですけどこの穴が塞がった状態になってしまうともう紙でこう取ったりするんですけど。なるほどね。薄い紙で。いやそれでですね実は僕がよく演奏させてもらってる新井薬師、ね、東京の中野のさまさまっていう人気店のマスターのね栗田さんからねそうそう高井さんかわいいねってねそれで来たよって。え中華料理中華料理じゃあります。あ違うんです、ね、違います違います。じゃあ栗田さんありがとうって言ってあげてもらいます。いやもう栗田様ありがとうございます、ね、本当に申し訳ありません、はいね、そして今ね18名の皆さん本当にありがとうございます。最後にほのぼろと1曲、はい、ブルースをやらせてください。ブルース 4M。
ございました。ありがとうございました。なんかね、つぼちゃんからね、はい、このなんかチワワボン69が出てないんじゃないっていうのでね、ちょっとで、うん、今、サイトの方に一応書きましたんで、ね、簡単です。いやいや、小文字でチワワボン、ね、はい、69をつけてください。ローマ字です。ローマ字です、はい、あのギリシャ文字ではありません。他に何文字があるんですか？ひらがなとか、カタカナとか。そうかそうか。ということでお時間がいっぱいになりました。あと20秒ぐらいかな。本当にありがとうございましたね。5時3回ステージ、はい、最後はすごい合計43名で今17名の方がいらっしゃって本当にありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。お待ちしてます。はい、それでは失礼します。